まあ、理想は当然立川さんここ石川三塁の村田に取らせたいんですよね。まあそうです ね。ただそこまで深いところまで要求するのもこの石川にとって酷ですよね。ちょっと難しいでしょう ね。ファーストのロペスが前進、叩きつけました。バウンド転がって一塁放れません。石川のプロ入り初ヒット出ました。いや1打席目は全く振るそぶりなかったんですが、いやいや振れるよという感じですよね。本当ですね。叩きつける、これ最高の形になりましたよ。バスターです。いやこれは参りました ね、はい、いや石川プロ入り初ヒットがこれ伊藤監督もよしよしよしと言ってますけども、いやまあこの状況は、まあ、伊藤監督もちょっと酷だなという考えの中ででしょうね。そうでしょうね。もうそれならなんとか当ててもらおうと、まあ、結果ランナーワンアウトランナー二塁でいいかというような考え方の中じゃないですか ね、はい、それがまあ最高の形になったと。ボール2ストライク。さあ打球はライトに上がりました。打球はライトに上がってライト、あ意外と伸びていった、その上を越えました。フェアです。ランナー三塁ランナーホームインです。しかし一塁ランナーの石川は二塁にストップ、タイムリーヒットになりました。石川選手はライトフライだと思ったんですね、はい、タイムリーヒットになって4点目。今打球伸びましたね、最後よく伸びましたね。この風なんですが、今日これだけ上がると戻されてくる傾向あったんですけども、ちょうどあの風に影響がないところだったんじゃないですかね。フェンスダイレクトのタイムリー、長野もジャンプ1番見せましたが届きませんでした。なおランナー二塁一塁、チャンスが続いております。